こんにちは、アンズでーす。今撮影してるのが10月なんですけど、今日めちゃくちゃ暑くて、なので今日は私が初回にキャンプした時に着ていたこのピンク服を着てきました。じゃじゃーん。今日はこの懐かしの服を着てキャンプするんですけど、なんとじゃーん、こんなプレゼントが届きました。ということで早速これを開けてみたいと思います。いきます。じゃん、じゃーん。こんな感じのストーブいただきました。すごい、もう見ただけでめっちゃかっこいい。こっちまず開けてみたいと思います。よいしょ。お、すごい、じゃじゃん。こんな感じで入ってます。どうやって使うんだろう。あと中に袋も入ってます。全然組み立て方がわかんない。あ、でもこういう感じで CB 缶セットして、これがストーブになる。置いてる。こういう感じか。すごーい。で、こっちも開けてみます。すごい。シングルバーナー用遮熱テーブル。これと一緒に組み合わせて使えるような感じのテーブルもいただきました。じゃん。おお。あ、すごい、めっちゃかっこいい。あ、これもなんか、あ、こうやって開いて袋も入ってます。こんな感じでテーブルになります。で、これとこれ多分組み合わせれるんですけど、説明書見ないとわかんない。詳しくはこの後、せっかくこの1年前のピンクの服を着てきたので、1年前を思い出してキャンプをしたいなと思うので、そこでこのいただいたプレゼントも使ってキャンプやっていきたいと思います。1年後の成長したアンズのキャンプを見ていただけたらと思います。頑張ります。今日は風もないのでテント立てていきたいと思います。
心が刺されたので撮っていきます。ペグ、ペグ、ありました。よくわからないのですが、石で打ち付けます。で休憩したいと思います。ではテントの奥のゾーンに行ってみます。涼しい。めっちゃ広いです。寝ます。めちゃくちゃ暑い。汗が止まりません。余裕で何人ぐらい寝れるんだろう。4人ぐらいは絶対横に並べます。めっちゃ汗かいてる。今日はめちゃくちゃ暑いです。10月とは思えない。
めっちゃ眠たいのでちょっと寝ます。この動画がいいと思ったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。メンバーシップやっているのでこちらも興味ある方はチェックしてみてください。コミュニティで最新情報も載せているのでこちらもチェックしてみてください。 Twitter と TikTok もやっているのでこちらのフォローもお願いします。